無番類は、軟体動物に含まれる一群で、殻を持たず、細長い形をしている。現在では分割されることが多いので、簡単に創設する。なお、分類群の名称としては無番綱であるが、溝原綱もよく使われた。しかし、口述のようにより、競技の使い方でも同じ名称を使うため、この項では無番綱の名を用いる。無番類は、 南体動物門の他の類とは大きく異なった姿の動物である。全体は細長い円柱状で殻を一切持たない。その表面は骨片を含んだ口蔵で覆われ、あるいは刺しなどで覆われた丈夫なものである。先端に口が開き、後端に総配出口があって、ここにエラを持つ。足などのはっきりした運動器官を持たず、また触覚や目など、 目立った感覚器も持たない。溝腹類の名は、この類の代表と考えられたサンゴのヒモ類では、覆面に長い溝があるためである。これは、運動に補助的な役割を持つらしい。しかし、毛肌海めヒモ類には、これがない。内部では、消化管は、口から肛門まで、ほぼまっすぐに伸びる。神経系は、口付近に比較的はっきりした脳があり、そこから後方へ、 側神経索と足神経索という二体の神経柵が伸びる。これらの間には、所々で、横の連絡があって、その全体はややはしご型をなす。多くは、海底からドレッジなどで採集されるのみであり、詳しい観察が少ない。サンゴのヒモ類は、サンゴなどに絡みついて採集されるものについてはそれを、餌にすると推定される。感激性の種も知られる。 毛肌海貧も類は柔らかい泥底に潜っていると考えられるものの何を食べているのかも分かっていない。これに含まれた軍としては以下の二つがある。このうち前者が種類も多く、この類を代表する形となっていた分類群の名としても溝原類を使うことも多かった。ただし最初に発見されたものは後者に属するものであった。 これらは当初は星虫類の一つとされたり、全虫として扱われることが多かったが、18から19世紀に軟体動物の概念が定まり始めると、次第にその一つであることが確定され、特に大いたずなとまとめて、神経系の類似から相神経類という群を立てられるようになった。しかし、研究の進歩によってこの綱の二目の違いが明確になり、 現在ではそれぞれ独立綱として扱われることが多くなっている。サンゴのモ目は溝原綱、毛肌海モ目はズ綱となっているので、詳細は各項目を参照されたい。なお、この二つの類は独立の綱とされてはいるが、類縁は遠くないと考えられ、軟体動物の中では原始的なものと位置づけられている。一説には、 多番類から対抗的に進化したのではないかという、ありがとうございます。